福島県いわき市にある小川郷駅、こちらは磐越東線唯一のものがあります。いわき駅13時27分発郡山行きに乗車。当駅で地元の学生を降ろし、13時38分に次の枝へ発車していきました。小川郷駅に降り立つと、そこはほとんど草に覆われたホームが待っていました。ホームには木製の待合室が建っており、年季がとても入っています。向こうの屋根も木製でできており、鉄骨で支えなければならないほど古いものとなっております。小川郷の駅名標です。当駅も隣の駅もいわき市に入っています。いわきから当駅止まりの列車があるため、いわき方面の通勤通学需要があるようです。貴重な放浪看板があります。ホームは1番線と2番線があり、基本的に1番線は郡山、2番線はいわき方面となっています。こちらの看板も木製でできていて、昔ながらのものとなっています。さて、当駅の主役を見に行きましょう。駅の出口へは階段を下っていきます。通路には当駅の歴史を記録した写真やポスターが飾られています。階段を上ると大きな木造駅舎と看板がお出迎えしてくれます。はい、このように改札が外にありますが、建物の中へ向かいます。こちらが駅舎の中です。切符を売っていた窓口のあった形跡がありますが、現在はこのように壁中に写真が飾られていて、賑やかな感じになっています。待合室はギャラリーになっていて、たくさんの本が置かれ、展示物が飾られています。ここは椅子やソファーが置いてあるので、誰でも休憩できるスペースになっています。小川郷駅の時刻表はこの通り、本数は多くないので、ここまで来るのが少し困難でした。さて、本題に入りますと、
ここにある磐越東線唯一のものとはこちらの駅舎となります。なんとこちらの駅舎は1915年に建てられ、唯一開業当時の形を残した駅舎なんです。また築100年を超えています。磐越東線の中でとても古い駅舎なんです。しかし建物の老朽化の問題があり、今年中に建て替えられることになりました。またこんな立派な駅舎ですが、1989年にすでに無人駅となって今に至ります。今回は磐越東線の貴重な駅舎を記録しにここまで参りました。ここからは小川郷駅で撮影した動画と写真をいろいろとお見せして動画を終わりにしたいと思います。以上が小川郷駅の紹介でした。磐越東線のほとんどの駅は常に建物が新しくなっていて、小川郷駅もついに順番が来てしまいました。駅舎は生まれ変わりますが、これからも地元の中心の場所になってくれると思います。それではこれで動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。